ダーツの点数分寿司食おう食い。どうも、いただきと乗せと、もちと、レイ。うちにはね、ダーツがあります。はい、寿司食いたいです。はい、食いたい、食いたい。そしたらもうダーツの点数分寿司食うしかないでしょ。はい。まあ今回、はい、新世紀とミレニアムに分かれて、はい、全員でカウントアップっていうね、ひたすら点数を積み重ねていくゲームをします。はい。で、それぞれのチームの合計得点かける10円分の寿司を相手に食わせるっていうゲームです。わお。でも相手にね、食い切れない量をぶつけましょうっていう動画です。はい、はい、というわけで今回はダーツ寿司大食い対決です。やっていきましょう。はい、はい。まあ、順番はこうです。うん、はい。じゃあ僕からいきます。はい、はい。こう早送り、わかんねえ、見どころがあったらハットとか決めたらもう見どころだよね。あー早送り、早送り。やめろ。あれか、20に入れれば2貫。そう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 、20狙った方がいいな。4貫か。4貫4皿だから。あ、2皿だから。そう、ナイス。おー、うわぁ、まあ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 、いいね。まあ、前雑魚だから俺が稼がないと。うん、頼むわ。取れんの。突っ込む、突っ込む。頼むわ。投げんの。おいやばいやばい。いや、いいね。50やばいな。いいね、いいね。5貫いいね。やばいって、5寿司はやばい。カットだ。カットではないね。カットではないか。うわー、熱い。これ熱い。やばい。怖いな、激熱。激熱。一撃600円。やばいな。6寿司はやばい。円で数えようやな、すげえ数えようやな。うわ、熱っ、熱っ、やばいって。やばい、450円。やばい、やばい。いやー、ロートン、熱っ、やばいって。このターンで1250円いったよ、俺。高っ、やば。1回分じゃん。それが1回の回転分で。まあ割と、はい、ターン、ラウンドが半分終わって、現在ミレニアムチームが3130円。まあまだな。で、俺らが4210円。まあまあ、あんま変わんないんだ。あんま言うほど。これ2倍ならやばい。そうね。いきます。あ、うん、うぃ、いいね。やばい、やばいか、これ。おい、いいね。ナッパ意味ないっていうね。え、ナッパ。うん、ゲームセット。やばいぞ、これやばいぞ。結果発表します。はい、はい、まずミレニアムチーム、はい、6760円。あー、やばい。普通に、お、僕らが食います。普通にそれもやばくない？でも3000円、3000円だよ。クソやばいよ。60貫。え、クソやばい。なんでさ、勝ってるのよ、このクソやばくない。これもしかしてクソやばかったりする？クソやばいよ。ちなみに僕たちの寿司の金額ですね。はい。8110円です。えぇ、ー、?1 人4000円ちょい。1人40皿は ?80 貫。無理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 。80貫え、きついね。話し合いの結果ですね。はい。スシローで8000円分注文すると160貫になっちゃうんですよ。で、
まあ大食いなんでね、いいかなって思ったんですけど、うん、結局大食いってだれちゃうんですよね、動画的に、うん、今回はちょっといい寿司を注文して、うん、寿司の量をまあきついけど食えるなっていうぐらいに抑えて早食い勝負にします。はい、よし。これで先に食い終わった方が勝ちですから。はい。で今回ね、銀の皿っていうちょっと美味しい寿司屋さんに宅配を注文するんですけど、はい、あのシナノっていうねセットがあるんですよ、うん、これの3人前28貫が3200円なんで、はい、僕ら親戚チームはミレニアムチームの6000円分なんで、これを2つ頼みます。はい、ミレニアムチームは親戚チームの8000円分なんで、4人前36貫を2つ注文します、うん、だから、まあ、4人前4人前3人前3人前です。まあ普通に考えたらきついよ。きついです。多いな、きついな、めっちゃきつい。頑張りましょう。頑張ろう。じゃあ注文しまーす。はい、寿司届きましたー。やばいぞこれは。俺食えるネタ少ないからもっとしらして、鉄火巻きは全部担当するじゃん俺が。鉄火巻き食ってもらえるのでかいよ。鉄火巻きとマグロとネギトロとサーモンとエビを全部食う。めちゃめちゃ食うよ。雑魚ネタしか残ってねえ。雑魚ネタっていうな。あ、そういえば俺ら飲み物買ってきたんだよ。ありがとう。うん、俺生茶のせが総研美茶。うん、で、二人がコーラで。おいせめて片方お茶にして。それでは手を合わせてください。はい、よーい、いただきます。スタート。よし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 、いけいけ。まず俺がエビいく。食べようかな。いけ。鉄火巻きを制します。僕はうまい。うまいか、やっぱり。うまい。うん、あ、めっちゃうまいわ。うまい。幸せ。コーラもらうわ。コーラちょっといいな。いやいや、もう最低よ。マジで最低ではねえよ。お前が切れんな。お前も採点なんだよ、これは。2人前はやばいぞ。お前のその寿司の食べ方嫌なんだけど。俺、うん、え、これやる。刺身に、一回さ、寿司を刺身にしてさ。え、これやるよね。やんないな。うん、うん。嫌なんだけど、おもろいよ。でも10巻ぐらい食ってる。あ、俺まだ8巻。あ、調子悪い。はい、担当終わりました。2個目いきます。2個目いきます。マグロ丼とかあるじゃん、うん、卵丼はないじゃん。ない。丼物がないってことは合わない。間違えてるよ、これだけ。元祖からあるこいつが間違ってるよ、なんか。いや、卵かけご飯じゃん。確か。きついなぁ。これ一回ラップかけてさ、冷蔵庫入れない。いや、明日も冷蔵庫すんだ、お前。同じ服で、これ。そうだね。あー、そうだね、だって食えるからね、そしたらちょうど。急に中盤からスピードアップすんだ。いけるな。俺のせいにするな。俺も食ってよ、頑張って。でも俺、この鉄火巻きとマグロ1貫と卵2貫だからね。お前あと全部。お前じゃバラン食えよ。バラン食うよ、じゃあ。あーあーあー、なんかおしゃれだね、そのバラン。カップル YouTuber みたいなこと言っちゃった。言わねえよ。言わねえな。言わねえな、別に。一回うんこ行っていいっすか。おいしいよ、別に。あ、いいんだ、全然。うんこってさ、うんこ行くわって言った瞬間からピーク来ない。早く行ってよ。やばい、終わるぞ、こいつら。もっち、うん、終わらせるぞ、俺は。負けんなよ、行くぞ。頼む。ゴー。終わったー。終わったー。いや、ガチしんどいな。ガチしんどいし、もうメモリーカードが限界。やばいじゃん。どうすんだよ、お前ら。早く。どうすんだよ。
食べれないってことは謝罪するんだよ。この度は見れ